飲食店営業、弁当、仕出し、惣菜の食品衛生講習会にハサップによる衛生管理を始めますこの動画の講習内容はハサップに沿った衛生管理計画の作成、記録様式の作成についてですはじめに、衛生管理計画の作成についてお話ししますハサップによる衛生管理について頻繁に言われるようになった理由は 令和3年6月から h a ップ p による衛生管理が義務化されたからです。原則、食品を扱う事業者の方すべてが対象となります。h a ップ p による衛生管理は、事業者の規模によって手法が2種類に分かれます。1つ目は、h a ップ p に基づく衛生管理で大規模な事業者向けのものになります。2つ目は、h a ップ p の考え方を取り入れた衛生管理で小規模な事業者向けのものになります。 この動画では、小規模事業者向けの HACCP の考え方を取り入れた衛生管理について説明していきます。HACCP でやらなければいけないことは4つです。1つ目は、衛生管理計画の作成。2つ目は、計画に基づいた衛生管理の実施。3つ目は、衛生管理記録の作成。4つ目は、その振り返りを行うことです。 振り返りは定期的に1ヶ月や半年1年などお店で頻度を決めて行ってください見直しをしてこうした方が良いという改善点が見つかれば衛生管理計画を修正し計画をよりよく更新していきましょうまたクレームや衛生上気づいたことなど同じような問題が繰り返し発生している場合は対応策を検討しましょう 衛生管理計画の作成では、事業者団体が作成した手引き書を活用することができます。厚生労働省のホームページには、飲食店や仕出し弁当、惣菜製造業など各業種ごとにまとめられた手引き書が掲載されています。今回は一番基本的な、小規模な一般飲食店営業者向けの手引き書、お礼に衛生管理計画の作成と管理記録の作成について説明します。 ハサップの考え方を取り入れた衛生管理では食中毒などの健康被害を起こさないために普段から施設や店舗で衛生上気をつけて取り組んでいることを書き出し見える化します衛生管理計画の作成方法について説明します衛生管理計画は一般衛生管理ポイントと重点的に管理するポイントから構成されます一般衛生管理とは 衛生管理の基本となる取り組みのことです。例えば、原材料の取り扱いや冷蔵庫、冷凍庫の温度管理などになります。重点的に管理するポイント、こちらは重要管理点とも言われ、取り扱う食品の特性に応じた衛生管理のチェック方法のことです。例えば、野菜サラダや既製品を小分けするだけのものなど、加熱しないものは、提供まできちんと低温で保管できていたかが、 重要なチェックポイントになります。また、煮物や焼き物、揚げ物、炒め物などの加熱するものは、中心部まで75度1分以上きちんと加熱できたかどうかが重要になってきます。各管理ポイントについて文書化し、一般衛生管理の計画書と重要管理の計画書2つの計画書を作成します。まず、一般衛生管理計画の作成についてお話しします。 各項目についていつどのように行い問題があった時はどうするかを考えて計画を立てます例えば1原材料の受け入れの確認という項目では原材料を仕入れた時にどのようなところを確認しているか具体的に思い出して当てはまるところに丸をつけてみましょうそして問題があった時にはどうするかの対応を書きますもし、 参考にしている手引書の記載内容が自分の店舗と異なる場合は書き直したり該当しない箇所は削除しても構いません。続いて重要管理計画を作成しますが作成の前に施設店舗で提供しているメニューを調理中の加熱冷却保存する時の温度帯に着目してグループ分けします。一つ目のグループは 冷蔵品を冷たいまま提供する非加熱のもの二つ目のグループは冷蔵品を加熱し熱いまま提供するものや加熱した後高温保管して提供するものなどの加熱するもの三つ目のグループは加熱後冷却し再加熱するものまたは加熱後冷却するものになりますメニューのグループ分けができたら重要管理計画の作成をします重要管理は 食品から食中毒などのリスクを取り除くために特に重要となるチェックポイントですグループ分けしたメニューについてそれぞれのチェック方法を重要管理のポイントの表に記入します記載例ではメニューがハンバーグの場合第2グループの加熱するものに分類されチェック方法は火の強さや時間肉汁見た目で判断することとなっていますこのように お店のメニューを分類してチェック方法を考えてみてください。続いて、管理記録の作成についてです。管理記録の作成とは実施した結果を記録することです。記録は1年間以上、賞味期限が1年以上の商品の場合はその期限以上保管します。手引書への記録の仕方について説明します。こちらは一般衛生管理の 実施記録の記載例を抜粋したものです。一番左の分類欄に日付が振ってあります。横一列で営業した日1日分の記録になります。日ごとに衛生管理計画で決めたことができたかどうか、振り返り記録をつけます。分類丸2の庫内温度の確認の欄には、冷蔵庫や冷凍庫の温度を記載し、その他の項目では量可否に丸を付けます。 普段と変わったことがあった場合や、お客様からクレームがあった場合、右の特記事項の欄に、起こったことの内容と、その時にどのような対応をしたか、メモとして残します。こちらは重要管理の実施記録の記載例を抜粋したものです。こちらも横一列で、営業した日、一日分の記録になります。日ごとに、衛生管理計画で決めたことができたかどうか、 振り返り返記録をつけます各メニューについてチェック方法で決めたことができていれば「量十分でない場合は「日に「丸をつけます普段と変わったことがあった場合やお客様からクレームがあった場合右の突起事項の欄に「起こったことの内容と」とその時にどのような対応をしたかメモとして残します。管理記録はその日の衛生管理がきちんとなされていたか確認できる資料となります。 記録をつけることは慣れていないと大変に感じるかもしれませんができるところから取り組んでいきましょう最後に、検食についてです。仙台市では弁当仕出し屋で同一の食品を1回に約30食以上調理提供する場合調理済み食品を72時間以上冷蔵または冷凍保存する原材料は72時間以上保存するように努めるとしています。 検食を保存していると、原材料が汚染されていたのか、調理工程で汚染されたのかを遡って確認することができます。以上をもって衛生管理に関する動画は終了です。この動画を参考に、食中毒予防やハサップに沿った衛生管理に取り組みましょう。